コヨア館はメキシコシティの16の管轄区域と呼ばれたの一つ。面積約54.5平方キロメートルのメキシコシティ市内西南部に位置する歴史的な地区で、現在はプラザセンテナリオ公園とイタルゴ広場を中心にコロニアルスタイルの高級住宅街や博物館が立ち並ぶ文化地区。民芸品店、骨董品店、工芸品店、 あるいは、商社な飲食店などが軒を連ねる観光スポットで、毎週の日曜日には、アクセサリーや雑貨など、数多くの露天商による死が立つメキシコシティ市民の憩いの場ともなっている。反骨の壁や、ガディエゴリベラ、その妻となった画家のフリーダカーロ、フランスの詩人アンドレー・ブルトン、ロシアの革命家レフ・トロツキー、あるいはバイオリニストの黒沼ユリコなどの芸術家や、 革命家が住居を構えた地として著名である。フリーダカーロの成果であった通称青の家は現在フリーダカーロ博物館になっており、またレフトロツキーの住んでいた家もレフトロツキー博物館となっている。西部はメキシコ国立自治大学のメインキャンパスになっており、2007年にユネスコ世界遺産に指定された。1972年に プラハから渡し済みして以来メキシコシティで活躍するバイオリニストの黒沼ユリ子は一時期コヨア館に住んでいたこともあって1980年秋コヨア館にメキシコ政府公認非営利法人音楽院アカデミアゆり子黒沼を開設弦楽器教育と日木文化交流を実践する場とした1986年にメキシコ政府より 文化交流に貢献した外国人に与えられる最高の勲章、アステカの高勲章を受賞している。音楽学校を育った人数は25周年を迎えた2005年で累計1000人以上に上り、その一部は現役の弦楽器奏者として活躍している。また、ラテン歌手のヤギ境内も、こよあかんでコロニアル風のマンションを所有。 ここ、ラテンアメリカで活躍する際の拠点としている。ありがとうございます。